開催、今回は八重瀬町にあるギーザマンタンホールに来ています。なんかここ大きな石ができてるね。前はなかったような気がするんだけど、なんかこの辺新しくなってるね。なんか廃所地区だけど別に廃所じゃないのがあったりします。でこちらはね、高台で絶景が拝める場所なんですが、断崖絶壁でね、まあ、銀座バンタのバンタってね、何々バンタって結構沖縄にあると思うんですが、断崖絶壁っていう意味なんですよね。なのでこの場所も、絶景が広がっています。で、まあご存知の方も多いと思うんですが、こちらね、滝が存在するんですよ。この角度からね、なんか下に何名かの、ね、人がいるんですが、皆さん滝を来ているんですね。なので、まあ、今回僕もその滝目指して行ってみたいと思います。ね、でも下に撮られてるね。で、まあ、ご覧の通り今日の沖縄は若干雲も多いんですが、ところどころね青空も見えてるので、まあそこそこ海はね綺麗でしたね。ちなみにこのねギーザバンタ川というかね、農業用水がここ本当は流れてるはずなんですが流れてないですね。ちょっと水量が少ないですねこの時期。まあ、冬はあんまり雨降らなかったんで、これがね梅雨時期とかになるとめっちゃ激しい水の流れの音が聞こえてくるんですが、どうやらねこの時期はあんまり雨が少なく、そんなに荒々しい滝ではないですね。まあでも綺麗だよね景色は本当に。で今ね干潮気味、多分どんどん満ちてくるのかなこれから、まあ、そんな時間帯なんでなるべく早くギーザバンタの、ね、滝まで行きたいと思います。でさっきのね川みたいな場所が水が少なかったんで、多分比較的まだ、ね、ぬかるんでる部分も少ないと思うので、今回来てよかったかもしれないな。逆にまあね、迫力ある映像が撮れるかはちょっとね分かんないんですが、滝の下までね行けなかったら見えないので、こういうね雨が少ない時期に来るっていうのはいい感覚ですね。あでもやっぱぬかるんでるねこの辺ね、多少ちょっと行く場所変えるのでどっちから行こうか、どっちから行こうかな、悩ますな。ぬかるんでるんで、ちょっと滑らないようにね気をつけながら行かないといけないですね。つるってねこういう感じの行っちゃうんで、つるってなるようと言ったんですが、実はね先ほど大戸海岸洞窟行けるかなと思って、ね、洞窟行ったんですよ。まああいにくねあんまり引いてなかったんで行くことはできなかったんですが、そこでね撮影無事に終えて、そこから帰ろうかなって気をつけて帰ってる途中でねずっと滑っちゃってね、肘と腰を強打しちゃったんですよ。なんでね気をつけて降りないといけないんだけど、これ結構厳しいんだな、ここから降りるのできそうだよな。さっきね転んだばっかりなんで、ちょっと1日に2回強打はしたくないから本当に慎重に行きましょうね。もうこことか厄介だな、尖った足場を本当に足を本当にクリクリこうね、さっきね30分くらいもうね肘と腰が痛くてね、正直ガチの人の釣りここでさばいてるね。ここ第一番目の水量がやっぱちっちゃいので少ないので滝は迫力ないけれど、まあそこそこ
するのかな。寝てないで風が音がもしかしたらするかもしれないね。こういうことでね、今回は聞いていただきをお届けしました。